皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらエッセイ特装版開封していきます。はい、開封いたしました。今回の付録はスヌーピーの超ビッグ保冷トートバッグです。いつもの箱にさらにこの袋に入ってましたので、丁寧な梱包になっておりました。そしてこちら別冊付録としてグッチ夫婦が教える糖質オフの痩せる献立、さらにダブル表紙になってまして、一生太らないおやつが入っております。こちらから開くと13ページ分のおやつが載っていて、こっちから開いていくと39ページ分の痩せる献立が載っている別冊付録となっております。それでは保冷バッグ見ていきましょう。まず広げていきます。はい、広げてみました。ご覧の通りビッグなサイズとなっております。それでは写していきましょう。ご覧ください。表面には可愛いスヌーピーさんのイラストがプリントされております。夏の海水浴場、サーフィンを楽しんでおられます。ご覧の通りかなりサーフィンがうまいみたいですね。そしてこちら海水浴場での覗き、これはいけませんね。最近覗きが流行っておりますので、捕まらないようにしてもらいたいですね。で、裏面見ていきますけれども、はい、同様のデザインですね。こちらにもスヌーピーさんの総柄となっております。素材に関しましてはポリエステル素材が採用されております。はい、とっても軽いバッグですね。で、底の部分も写しておきましょう。マチがたっぷりありますので、ビッグ保冷バッグ、これもかなり容量を期待できます。はい、そしてこの生地もですね、すごく薄かった、先日紹介したこのクックパッドプラスのスヌーピーさんの保冷バッグに比べれば、しっかりとした生地が採用されております。はい、ちょっとこうゴワゴワっとしたような、生地になっております。で、この内側の、保冷生地ですね、こちらもですねこのようになっていて、先ほどちょっと出しましたけど、こちらの保冷バッグに比べれば厚手のものになっているかと思います。そして持ち手移していきます。こちらでこのように取り付けられておりまして、耐荷重は約 7kg となっております。幅はこのようになっていて厚みはありませんね。で、肩掛け後でやりますけれども、十分な長さがあるかと思います。カラーもブルーですね。全体的にブルー系の色が使われていて、夏にぴったり爽やかな涼しげなバッグとなっております。で、開口部はもちろんジップ仕様なんですけれども、ご覧ください。こちらジップの持ち手はウッドストックさんが、はい、ここにいらっしゃいます。可愛らしい持ち手が付けられております。それでは開けていきましょう。はい、ジップの動きも全く問題ありません。では中の方ご覧、今回も全員集合となっております。それでは中ご覧ください。これはかなりの大容量ですね。深さもマチもしっかりとありますので、たっぷりとお買い物できそうです。で、内側の保冷生地もこのように付けられております。はい、先日紹介したクックパッドプラスのスヌーピーさんの付録のこの内側の生地と比べますと、ちょっと厚みがあるかなと。こちらはくしゃっとこんな感じにできるんですけど、こちらの場合は、はい、こんな感じでごわっとした、はい、そんな質感となっております。そして中には特に内ポケットはついておりませんので、はい、もうこの空間があるだけの状態となっております。それではバッグのサイズ、こちらと比較してみましょう。こちらのスヌーピーさんの方はミッフィーさんの、はい、覗きの方とも同じですので、まだ参考にしてください。はい、このように当てていきますと、はい、あ、ほぼ同じですね。ここからここのサイズも同じですし、横幅もほぼ同じですね。持ち手の長さはちょっと今回のスヌーピーさんの方が長くなっております。はい、あとこちらのバッグにはこのように紐がついていて、このようにコンパクトに畳んで留めておけたんですけれども、今回のスヌーピーさんのバッグに関しましては、そういった留めるものはありません。ただこのようにコンパクトにもできますので、
はい、似たようなサイズまでコンパクトにすることは可能です。はい、お待たせしました。容量に関しましてはあれこれ言っていても分かりにくいかと思います。やはり百聞は一見にしかず、本日も参りましょう。 How many bourbon? バッグの容量は33ブルボンです。スヌーピー超ブルボン保冷トートバッグ、おすすめとなっております。はい、それでは今回もこちらのバッグ持った感じを写していきたいと思います。どうでしょうか。かなりのビッグなサイズとなっております。正面そして横から見ましても、このマチのたっぷりさがまた大容量のポイントですね。で、総柄のデザインとなっておりまして、ブルーにこのボードがイエローとなっている夏らしい爽やかなデザインとなっております。はい、そしてこのように手提げバッグとして持つこともできますし、肘にかけるとこんな感じになります。で、肩掛けに関しましてはこのままスッと、はい、肘を入れて肩にかけられますので、とてもいいですね。この幅もしっかり取られているのがポイントかと思います。で、肩にかけた状態は、はい、まあ、こうして見てもかなり大きいのがわかるかと思います。で、このように抱えて持ったりもできますし、まあ、こう手を添えて持つこともできますので、まあ、先日から紹介しておりますこちらのスヌーピーさんとか、あとミッフィーさんのビッグ保冷バッグありましたけれども、まあ、今回のこのバッグの方が生地もしっかりとしていますし、形も安定感ありますので、はい、まあ、この夏活躍間違いなしのバッグになっているかと思います。はい、まあ、保冷バッグたくさん出てきておりますけれども、こちらはかなりおすすめとなっておりますので、エッセ特装版ぜひチェックしてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はエッセ特装版スヌーピーの超ビッグ保冷トートバッグ紹介してまいりました。はい、大変暑くなってきておりますので、夏のお買い物にぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それでは最後に来月号の予告をしておきます。エッセ来月号の付録はこちらになります。来月号の付録は別冊付録ですね。こちら、夏の楽即ボリューム肉おかず、そしてナス&トマトブックがついてきます。はい、7月1日発売となってますね。さらにですね、来月ではなくて再来月ですね、時事号の付録はムーミンのカッティングボードが登場予定となっておりますので、こちら8月2日発売ということで、これは楽しみな付録となっております。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。